さて、今夜私がいただくのはフルハリシャです。この役は山田にやってほしいとか、この役を逆に山田がやったらどうなるんだろうとかっていうのを待ってる方がワクワクするんで、あんまり今俺これやるべきだなとか、こういうのやったらどうなるかなとかっていうのは特にないです。ご褒美だったらもう絶対寿司ですね。お寿司はこういろいろあるからいいわけなんですけども、今日ちょっとウニないですって言われたらダメですね。まああと最後アナゴちょっと終わっちゃいましたって言われたら閉まらない。安倍さんの彫刻についてムッキムキなところが美しいなと思いました。本当の勝負事だったら食べないです。僕は勝負終わるまで食べないですね。で勝負終わって多分お寿司を食べると思います。安倍さんだって映画の時とかもすごい体してましたから、安倍さんがもし一緒にトレーニングをする場にいてくれたら相当はかどると思います。いろいろ詳しそうなのでいろいろと聞きたいですね。効率よく自分が作りたい体を伝えて、どうやったらそれに効率よくできるのかっていうことをアドバイスをもらいたいと思います。